ましょう。そうです、そうです。ちょっとどちらですよ。で、今度ジャンプの後返します。ナイス。あー、もらっちゃうの一応。ナイス。あー、ナイス。マシいいで、どっちもいいですよ。どっちも使っていいんですけど、いいんですけど、カーブはある程度メインにした方がいいです。カーブのところだと。そうです。受ける。当たってもいいよね。そうです、そうです。はい、もらいに行くっていう表現がなんかもったいないんですよ。もらっちゃうので。軽くいきますよ。あで、この時ワンツーまで出しますか。はい、ゆっくりどんどん。どうぞ、カウンター。カウンター。近すぎて、近すぎてボールが遅くなっちゃう。はい、受けますよ。足側によく行かない。そう、顔に行かない。で、あー、ありがとう。これは、そうです。まっちゃん、顔でいる。こんにちは、ありますか。そうです。OK です。準備してやりましょう。出た、最後。最後の達人だ。最後みたいな立ち上がってて。ナイス。ナイス。倒せ。ナイス。中さん、このぐらい行きましょう。ナイス。ゴーゴー。そう。流れない、流れない。ナイス。できるだけその時、半身で、半身で入っていて、そこをどんどん開いていくと、相手の狙いが。それでは、このラウンド最後でお願いします。はい。ナイス。いいね。ナイス。いいね、足しんどそう。もう死んだり。1、2、3、初期の準備してもらえたら。あ、本当に？あ、今日です。読んでないね。力抜いて、今日は何でいきます。経験出して、ただこういう状態になっているので、まっすぐ多分しないと、左と右がこんなにジャンプなんです。自分の体を崩さないで、自分のジャブはこれで当たりづらいの。どっちも当たってしまうので、どう当てるかなので、こっちをジャブに使ってこう打つ方、これがそうなんです。はい、で、セオリーと言われるのは、セオリーと言われるのはすみません、ちょっと、なぜかというと、こっちに回ると、これがあるので、こっちが中心になります。お気持ちが。そうです、そうです。ただ、こういうのに、アイさん慣れてた。はい、経験として、やります。ありがとうございます。すみません、ちょっと一応練習が大事です。はい。おお、ナイス。いいね。横振り、横振り。もっとしっかり変わるやつ。ナイス、いいね。いい。どうした？どうした？ちょっと自分が来ますけど、2番目。